ご覧のスポンサーの提供でお送りします。リンピクーヘイアンポリア縮小バージョンそっちなんだ。アンポリア選手おめでとうございます。あなたが勝つと思っていました。僕はずっと前からアンポルキアを推しです。すごいな。パトリック、うん、どうなっとんねんと。いやもういやあんだけお前の動画で謝らすとか喋らさすとか言ってたから、はい、いかんのか。皆さんのご希望に応えて呼び出しております。めちゃくちゃ謝罪、謝罪、アンポルキア大先生に逆らった謝罪させますんで。でもですよ、頑張ってたよ。未来は見えた。はいはいはい。パトリックの未来は僕は見えました、はい、でももっと強くなってほしいということで、はい、今回ちょっと、はい、あるものを進めてみようかなと思ってます。どういうことですか。もっと強くなってもらうために、はい、あかんなステロイド絶対あかんな。こちらもねえ。いやでももしかしたらグイッとくるかもしれないから。え彼グイッともっと強くなってほしいから、うん、絶対に俺はステロイド進めたい。いやいやいや、あかんのよ、ほんまに。言うないかもしれない。いけへんやろ、絶対。強くなりたい。いやいや、どういう気持ちで。だからちょっと、イコップで、まあ、話の流れでね、もしかしたら、もうこれ、ブチ切れられるかもしれない。俺たち。いやいや、もうまあそうや。でも俺は、彼のために、やって、あ、ごめんなさい。精神と時の部屋。はい。もう弱い、パトリックは、こういうとこ入って、はい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 、ね、選手の時の部屋ってどういう部屋がしてますか。修行する場所やね。そうなんです。彼あの ステロイド開発者でございます。すごいステロイド開発者の岩永さんです。すごいな。ね、よっかね、お邪魔します。あっ、これは俺の推し、アンポルケに負けた宇佐美パトリックさんです。めちゃくちゃやん。いやここで握手できる。はい、これ今言うてて、いやいや、せっかくね、あのパトリックさんと会えたんで、今日はちょっといろいろ話聞いていこうかなって思ってるんですけど。顔も曇ってる。でもまあ座りましょうか、ちょっとパトリックさん。まあまあ担当的にいますね。どうでしたか。まあ聞きたいのは、あんだけ生きてて、あんだけ調子乗って、言い方悪、あんだけ生きり散らかして負けた心境だけちょっといいですかね、パトリックさん。まあ試合内容は、まあ、そうですね、まあ負けたってことですけど、まあ悔しい気持ちしかないですね、はい、ああなるほど。もっと泣いてもええんちゃうかなとか思う。え、なんでもっと泣いてほしい。泣き崩れてほしい、ここで俺は。何やねんそれ。悔しいって絶対やる。だってね、バトさんめっちゃコメントくるんですよ。土下座させに行ってくださいよと、はい、すっごいコメントくるんですよ、はい、でも僕はあなたの戦い、はい、僕はでも感動しました。ありがとうございます。さすがに感動しました。なので土下座、それはもう僕値しないと思います。でも次も頑張ってほしい、はい、なので今日ちょっと対談ということで。そうですね、だってファールカップ蹴られて悶絶してる姿、俺めっちゃ可愛かったもん。どういうこと、どこ見て。どういうことなんですか。どういうこと。ガーンってなって痛そうやったけど、あのイケメンのパトちゃんがザーって言ってる姿、ちょっと可愛くなかった。なんでなんでそうなれるの。いや分かれへんって。いやいや可愛かったやろ、パトちゃん可愛かった。うん、いや俺ほんまあの時にさすがやなと思ったもん。いや俺絶対怒らしたなって思った。確実もうブチギレたでと思って、まあ、パトちゃん、うん、パトちゃんがってことがな、ね、もうブチギレたわと思って。あれ角度ですごい見にくいか。いやいや、あれ当たってない。いやあれな、俺後ろからアンポールキアの後ろから見た時は当たってないように見えたけど、別角度の横のやつバチクソ当たってるから、ガーッいってガーッ上がってるからめっちゃ痛いやつやねん。あれファールカップ割れへんかった。ギリギリ全然その割れなくて、一緒に上にガーンって上がった感じ。うわー、いったら結構相当やばかったっすよね、あれ。初めて大丈夫、腫れてない。大丈夫大丈夫です、大丈夫です、はい、
ちょっと聞いて。なんで触ろうとすんの？それは大丈夫。いや、一回でも。それは大丈夫。じゃあ、一応俺、先輩だ。どこで先輩出しとんの？いやいや、そんな先輩おらんかった。ちょ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 こんなん言うてるけど、アンポルケ、はい、パトリック応援してる。それ言っていいんですか？いや今さっきのオープニングと違いすぎて、ね、もう落差がすごいよ。違うよ、アンポルケはもうやっぱ友達やんか。俺は俺が勝手に思ってるけど、はい、パトちゃんは俺らに寄り添ってくれてるというか。あ、俺も寄り添いたパトちゃん、うんうん、ちょパトちゃんもっと強くなってほしくて、はい、強くなりたい。その前にもっと、そうですね、この感じで出せる。しっかり頑張って強くなりたいですね、これから。やんな、はい、フルパワーでできるのってあと、まあ、7年とかなんかな、まあ、30ぐらい、うんうん、まあ、世間一般で言われてる、まあそうですね、もっと上でやってる人もおるけど、でもこの7年を凝縮することができれば。どういうことですか？まあ、なんか1年ぐらいで強くなる方法を、はい、僕知ってるんですよ。何をするんですか？アホやな、ほんまにやろ。それは絶対じゃ知らなかった。これやったらめちゃくちゃ強くなるやろうな。けど出したらダメ。やってみて。出したらダメっすよ。これアホなん。これやったら。そうやねんって。勝てる。アンポルケ勝てるから。いや俺普通にちゃんと練習したら勝てるんで。いや勝てるけど、もう負けたやんか。だからもう俺はこれやったら抜き抜きになって、そうなん、パンチ力とか上がるから。マジであのそういうの取らないんですよ一切。ほんまに僕真面目にちゃんとこうなんすかね、フィジカルから何から何までちゃんとこう先生どうだよ。なんなの、せっかくこれステロイド持ってきた。なんでその切れ方できんの。今流行ってるやんステロイド。流行ってるやんとか。今流行りステロイド。いや、ちゃう今の世の中はステロイドで回ってます。なのでここはもう思い切って、ちょっと待って、思い切って、すいません、これちょっと渡します、ステロイド。じゃああかん、あかん。それはさすがにもらえないですよ。これあかん、絶対ない。なんか疑ってる、ちょっと。ちょっと疑ってるよね。疑ってない。いや、まあまあ疑って、まあまあ、いや、まずもうなんか中身がちゃんとステロイドなのかって。わかんないんだよ俺も。じゃあ、まあ、ちょっとどれぐらい強くなるか見せよう。ステロイドっておかしいけどな。どれぐらい強、それやったら強く見えると思うから。じゃあリーチちょっとごめん。俺なんか、これとこれ、俺カメラ、これすんだ、これいけんの。いや、いけるいける。何畳なん。いけるよ。何畳。5畳ぐらい。5畳ぐらい。そう、5畳ぐらい。そんなに行くの。うん、大丈夫大丈夫。いきなり強くなるため、やっぱりいきなりなんだ。そう、大丈夫。いけるいける。緑ジャパンさん、あ、これどうパトちゃん、絶対やらすこれは。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。